こんにちは、黒田和義です。豆田くんです。はい、今日はですね、あの恵みの人、あれめちゃくちゃたくさん見ていただいたんで、あのリズムパターンってあんまりないですよね。こうハイハットって今の J-POP の主流って全部裏拍じゃないですか。この方がビートがこうアップビートがこう上に上がるんで、非常にこうかっこいいというかね、まあクラブサウンドな感じがするんですけど、昔はオープン、表オープンって意外とあって、ふっと僕思い出したのは、あのマリーナ・ショーさんの、ストリートウォーキングウーマンって曲ですね。タッツクチャンチャーン、タッツクチャンチャーンっていうのを菅沼さんがよく桜桜って言ってる、トンツクチャンツクチャン、こういうビート、4から1に行くビート、こういうハイハット、こういうビートよく使ってましたよね。なのでトンツクチャンチャン、トンツクチャンチャン、これが最初のこの、イントロとか、インタリュードとかのパターンになるんですね。もうパターン自体はなんか本当に、3つしか使ってないんだけど、この切り替えが非常にかっこいいんです。これハービー・メイソンなんですけど、ハービー・メイソンこの年もトップドラマーですから、もう素晴らしいドラマですね。この時にこの最初の頭のところで結構マリーナ・ショーが早口で歌うところがあるんですけど、ここのところでハイハットをオープンにしてサンバキックなんですよ。で、立たした、こういう立たすか立っちゃう、これ呼び込みです。ここですね、ここスニアに戻るところがね、スニアに戻るところがタムに上がってて、裏から表スニアに行ってて、ジャッジャッジャッっていうのをハイハットで決めて、でここからスイングのフィール、ジャン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 、タラッタ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 ラっていうリズムパターンやるんですよ。めちゃくちゃすごくないですか、豆ちゃん。めちゃくちゃすごくないですか。これが、ふと思いついたんで、あ、恵みの人ってこういうこの当時のビートなんだな。豆ちゃんお座りしててね。はい。走るよね。ものすごいこの頭乗りなこのビートなんだけど、こうちゃんと弾んでてかっこいいみたいな。この、ストリートウォーキングウーマンもでつくたんつく、こうイーブンの、お座りしててね、お座りしてて、待て、イーブンのさ、こうビートなんだけど、ちょっとこうレードバックしてシャッフルスイングしてる感じで、ここはもう完全に大きくスイングする感じ、ハーフでスイングする感じで、こういうところは全部16で、まあ、リズムパターンずっとこれしか、この3種類しかやってないけど、めちゃくちゃかっこいいんですね。もう完璧に音楽を制してるって感じで、素晴らしい演奏ですね。なので恵みの人のリズムパターンってこの当時のサウンドとしては結構普通だったんじゃないかな。だから斬新って今聞くと斬新だけど、この当時からするとダンスミュージックの中では普通のリズムだったんじゃないかなっていう考察でございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。まみちゃんどうだった、まみちゃんどうだった、まみちゃんどうだった、どうだった、バイ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 。